どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日もドラクエビルダーズ2に出てくるキャラクターをネタバレ上等で紹介していこうと思います。極力抑えていただけると幸いです。ドラクエビルダーズ2の体験版が結構な時間遊べてすごいという話を前回しましたが、今回はその体験版で活躍するキャラクタージャコの紹介をしていこうと思います。メガネの女の子。ドラクエビルダーズ2はハーゴン教団にものづくりを禁止された世界観、一見壊れやすそうなメガネをかけているのも彼女の性格の表れでしょうか。一回レンズが壊れたら壊れたままになっちゃうのか、物を大事にするいい子っていうことだな。それでは早速チャコの紹介、行ってみよう。この動画には以下の要素が含まれています。それでも平気な方はゆっくりしていってね。チャコ。主人公たちが仲間と素材を集めるために訪れた最初の島、モンゾーラ島に住む農家の女の子。空っぽ島を出発するときに白爺が言っていた、農業の天才と名高い美女、というのがおそらく彼女。丸メガネと水色の癖っ気が特徴的な彼女、このビジュアル、どこかで見たような感じしませんか？え、こういう女の子が別のシリーズで登場してるってことか。女の子。かわいらしいですが、のり巻きあられにそっくりだって当時話題だったんだそうです。言われてみれば、髪の毛の色をチャコの方に寄せたらまんまその感じになるな。試しにやってみました。うん、一致したな。モンゾーラ島はもともと恵みの大樹の力で島中が緑に溢れ、農業が盛んな土地だったのですが、島についてみると様子が変。緑っちゃ、緑。あたりに見える緑は全部泥の上に苔が生えてる状態で、島の緑は死んでいる状態でした。というのもその豊穣をもたらす恵みの大樹が枯れ、逆にその大樹の力で島中に良くない影響を広げていました。この見るからにまがまがしい意味はなんだ。ハバン好み、腐った大樹がもたらす風に運ばれて島中に発生する意味で、それが緑豊かだったモンゾーラ島の健康な土を腐らせていきました。なんか助けてって言ってるぞ。ジャコは主人公たちがモンゾーラ島で初めて出会う人間で、モンスターに襲われているところを助けてあげたのが初対面。その際の自己紹介で主人公がビルダーだと名乗ると、おかしな人と思われる、と言われてしまいます。プレイヤーはそこで世界のビルダーに対するイメージを知るわけか。ハーゴン教団が幅を利かせる世界ではものづくりは禁止、農業が盛んだったモンゾーラでも農業も禁じられ、ビルダーは悪。島には土や作物を腐らせるハバン好みが発生する、そんな中でチャコは自分の農園を作って試行錯誤してました。さすが農業の天才と名高い少女、だな。実は他の住民に比べて農業に関心が強いだけで、特別に何ができるってこともないチャコですが、夢は大農園を復活させて、草木を生い茂る島を取り戻すことでした。明らかにハーゴン教団が嫌がりそうな夢を持ってるな。だからハーゴン教団の教えでビルダーは悪と分かっていても、主人公に自分の夢を手伝ってほしいとお願いして、そこから最初の島、モンゾーラ島での生活が始まります。農作物が取れないこの島の人たちは何を食べて生活してるんだ。腹が減ったら海岸でワカメや貝を取ってくれと言われます。伝説のビルダーがこの世界で活躍する前はみんなそうしてたようです。作らなくても自然発生するものでどうにかしろってことか。一応戦ったら食料を落とすモンスターもいます。何を落とすの？ワカメです。こいつが落としたワカメ食べたくないんだけど。じゃあチャコと協力して美味しいキャベツを作りましょう。まずはキャベツなのな。チャコが畑を耕して、主人公が種を植えて、チャコが水をやり、主人公が収穫、少しずつ農園を作っていきます。他の住民は手伝ってくれないわけね。子供の頃からハーゴン教という教えを信じていた人たちですが、農園を発展させていくにつれてまずは農民のドルトンとポンペが、島にチリジリになった人を主人公が連れてきたり、さらには農業の誘惑に導かれた者たちが農園に集まってきます。それでどんどん大きな村になっていくわけだ。その後、ものづくりに興味を示したハーゴン教団のモンゾーラ東副総督、マギールに弟子入りすると農業の知識もどんどん高めていきました。島に来る時じゃなく、島に着いてから農業の天才になっていくわけか。モンゾーラでの冒険はチャコの夢でもある農園で、キャベツ、小麦、キビ、トマト、カボチャの5種を栽培。その農園の振興によって成長していく、恵みの大樹を大きくすることで進んでいきます。これが豊穣をもたらすっていう大樹の若木なんだな。これはチャコが亡くなった姉より受け継いだ不思議な種で、それをビルダーである主人公に渡すと反応し、それを植えた結果がこれというわけです。そこから順調に農園作り、なわけないよな。そんな平和なストーリーも良かったかもしれませんが、大農園の復活が進み、大樹が大きくなった頃、島を治めるモンゾーラ島総督であるヒババンゴにより、大きくなった大樹も破壊され、チャコを含め皆は絶望しますが、チャコは真っ先に立ち上がり大樹を一から作り出すことを提案。これまで農業しかしてこなかった住民たちも建築に参加し、
めぐみの体重を1から作ることに成功。再度現れたヒババンゴも倒し、島の緑を取り戻しました。もともともみんなが絶望している中で、農園作りをしようとしていたのがチャコなんだもんな。その後、チャコは主人公と共に空っぽ島にお引っ越し、緑の開拓地という大きな川と草木が生えた地で生活します。結構な人数連れてきてるじゃねえか。行きたいって人だけを連れてきているんですよ、というか拒否のコマンドはできないようになっています。当たり前のように家を押すな。家を選ぶならヒゲ。島を開拓なんて大きなことをやるのに、やる気ある人間は何人いても困らないからな。その後もモンゾーラ島出身者の中心人物として、重要な会話にも参加してくれるチャコ。オッカムルのペロ、ムーンブルクのアネッサと共に、主人公たちが攻略する各島の代表格です。島に行く前に言及があったのは彼女一人のことだもんな。ラブコメなら確実に主人公と結ばれるタイプのパターン。小麦を抱いて寝たいとか、霧を鼻に詰めたいとか、農業中心は空っぽ島でも健在なので色恋は全然ないですけどね。さすがのりまきちゃん。改めて見ると性別、女、職業、農民、出身地、モンゾーラ島。この右上のやつはなんだ？彼女のお家、部屋を作ってあげる時の好みです。ムードナチュラル、モンゾーラ島出身者にぴったりだな。そうは言ってもナチュラルな家が良いのはチャコとポンペぐらいで、他はそれぞれ好みがありますね。ヒゲはキュートがお好きなようです。モンゾーラ島では実現しないことをこの島で、っていうのは当然の欲求かもしれないから、多少はね。ただ、このチャコの好みは結構極端で、小さい部屋でかなり質素なお部屋が好みな様子で、農業の天才を目指す彼女のために本棚を置いたり、机を置いたり、いろいろしてたら好みの部屋より豪華になってしまいます。豪華なでかい部屋を求められるよりはいい気もするけど。それでこれがチャコが望む部屋です。なんか怖いのがチラチラこっちを見てるけど。ビルダーズ2では仲間モンスターに騎乗して移動ができて、キラーパンサーは移動速度がかなり速いのでパーティーに入れがち。それにしても地味な部屋だな。ベッド1個を1畳と計算したら8畳ぐらいですか。1メートル ×1 メートルの人形とか本棚とかないと思いますけど。本当に必要最低限って感じだな。自分のことより農業優先なのは空っぽ島に来ても変わらないのか。ということで農業の天才を目指す前向きウキャアナ少女。え、なんだウキャアナ少女って。彼女は驚きや喜びを隠さずに表現するので、ウキャーとか素直に頭に浮かんだ歓喜を口にします。底なしにいい子なのは伝わってくるな。そうなんです。この世界のことやビルダーという職業、様々なことが曖昧な頃に出会う最初の仲間がチャコで。そのチャコが本当にいい子なのがいいんですよ。頑張ってものづくりをすると全力で喜んで驚いてくれる、プレイヤーのモチベーションも上がるってもんだな。モンゾーラ東福総督のマギールに弟子入りしてからは、なんちゃって、というマギールの癖を真似したり可愛いところもあります。師匠がモンスターってのもいいな。体験版ではチャコが中心となって進める農園作り、それをほぼ全て体感できるのでぜひ体験版だけでも遊んでみてください。ストーリーが楽しそうなのはドラクエブランドをなんとなく信じれるが、肝心のブロックメイクの部分はどうなんだ。モンゾーラ島は最初のストーリーでハンマーが弱い、手前に見えるオレンジの岩とかは破壊することができません。結構デカそうに見えたけど。作れるものは住民のレベルアップとともに増えますが、基本的には草木を使った何かが、中心です。ものづくりの幅としてはそんなに多くなさそうだな。そりゃ体験版の範囲の話だから仕方ないけどさ。それでもチャコの農園づくりを進め、住民のお願いクエストを叶えて、時折襲来するハーゴン教団対策に拠点防衛のことを考えて、そうやっていくうちに自然にオリジナリティのある拠点ができていく、この辺がマインクラフトとビルダーズの大きな違いだと思います。反強制で作られる部屋やアイテムでも配置やサイズが自由なら個性出るよな。物語を優先で泥の上の寝具で寝るのもあり、丁寧に整地したり、拠点を囲む壁を作るのもあり、そのうちに5時間10時間勝手に過ぎていくので、スイッチやプレイステーション4で遊ぶゲームがなくなったっていう方、ぜひチャコが可愛いモンゾーラでの冒険を体験してみてください。島のボスを倒す直前までプレイできるんだっけ？そうですね、島の総督ヒババンゴが登場して倒すまでは、邪魔なハバンゴの実が拠点内に現れたり島内にもやがかかっていたり、そこから先を遊びたくなったりするかもしれませんが、そこはこちらが歓喜するところではありません。進めといてそれって。ビルダーズ自体は位置も含めてたびたびセールになっているので、そこまで楽しめたら買うか、ゲームパスか PS プラスで1ヶ月だけ、みたいな遊び方もいいかもしれません。体験版からデータの引き継ぎもできるのも素晴らしい点です。体験版でやったことが引き継げるなら、拠点を思いっきり作り込んでもいいってことだな。ということで体験版で遊べるモンゾーラ島のヒロイン、チャコの紹介とその他もろもろでした。お疲れ様だぜ。モンゾーラ島での冒険はチャコの夢である大農園作りから始まり、世界の常識やビルダーとしての基礎を学ぶ体験版にふさわしいショー。そんなチャコと一緒に空っぽ島でも大農園を作ってみてください。
買えということだな。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また見てね。